病院に入院しました。しっかりして早く治したいです。たくさん食べなくちゃと思うんですが、それがね、食事のスタッフさんが一生懸命作ってくださっていると分かっていますが、入院2日目から元気がなくなってしまいました。どうしたら良いんでしょう。良い考えをお持ちの方、アイデアを待ちます。病院食に悩んでいるんですね。魔法粉ありますよ。病院食に一振りかけるだけです。魔法粉どこで買うことができるのでしょうか。まだ研究開発の途中なんです。途中までで分かってきたことがありますので、整理してお伝えしましょう。